ったんですけど、コンビニ寄ってまあコカコーラを買って喉乾いたんでね、うん、泣きなしのお金で、そしたらなんか職質じゃなくてね、お姉さんに捕まってね、いきなりすごいもうダラッダラに酔ったさお姉さんに捕まれて、お姉さん何待ちですかって、えこの辺の人待ちですかみたいな、なんかわけのわからないことを言い出して、いや僕帰るだけなんでもうそれしか言わなかったね。ワンチャンね、お金もあって時間も余裕あれば飲みに誘ったりそれは全然したかもしれないよ。下心でね、したかもしれないよ。でもぶっちゃけ今そんな余裕はないので、帰りますね。なんか職質以外のことを受けるとは思わなかった、今年初。